しかったですね、すごく。なんか監督の人柄だったりとか、俳優陣、スタッフの雰囲気がすごい良くて、みんなで楽しみながら、なんか本当にオトタクシーとかこのルートの世界観をちょっとこうゆるっとした都会的な感じをなんか現場にも持ち込んでる感じがしましたね、みんな。まあ、ダブル主演でもあったし、あんまりこう主演だから何をしようみたいな風にこう意気込みすぎて空回りすることもあんまりしたくないし、なんかできることを等身大でやろうっていう感じで、そこまでプレッシャーには感じてなかったですね。大きかったですね。こうやってる時も思いましたけど、完成を見てさらにそう思ったというか、まあ、始める前はちょっとこう近すぎるし、関係がそんな2人でバディやっていいのかなみたいな感触もあったんですけど、やっぱり初めましての人とは多分全然違う形になったと思うし、お互いこうなんか躊躇し合わないでというか、信頼してる部分があるからもっとより面白い方へみたいな風にこう手探りでやっていけた感じはすごいあるなと思いますね。全然会ってなかったんですけど、最近はこれを始める前までは。でも自分が事務所入った直近というか1年半ぐらい前に入ってるので、一番近い先輩というかそういう間柄だったんで、事務所入ったばっかの時とかはすごいお世話になってました。いろいろ話してましたね。なんかすごい話してて面白いし、なんか多分すごいはっちゃけてる人だから誤解されやすい部分もたくさん あると思うんですけど、なんかすごい内面が面白い方ですね。そういう部分で信頼もあったし、やっぱり適当に見えてすごいいろいろ考えてるし、その上でこうなんだろう、ジャンプできる幅がすごい大きいというか、ポンって出す時に出せる人なんで、そこはまあ自分が見てきた坂東くんのお芝居とかでも感じてましたけど、なんか感覚でここに行きたいと思ったところにすぐジャンプできる感じがありますし、カメラ回ってない時でもすごいやっぱ天性の力があるというか、現場をの雰囲気を作っていける人なので、唯一無二だなと思いますね。変わってますけど。もうちょっとおかしいですよね。でもダブル主演だから、そういう主演としての振る舞いをちょっと分散されるところはあるのかなと思って、先輩ですし、ちょっとほっとしてた部分もあったんですけど、でも主演と思ってなかった らしく、まあ、それでも気持ち的には楽になったからいいかなと思ってます。すごいびっくりしました、それを聞いた時、感じた時が思い返したらあって、なんか現場で話してる時に、まあでも今回はね、ゆうみちゃんが現場をね作っていくからねって言われて、あれ？と思って、2人じゃないのかなって その時思い返したら感じてたんですけど、あ、そういうことだったんだと思って、私だけだと思ってたんだっていう答え合わせになりましたね。の撮影が去年だったので、その後いろんな自分が出てる作品を見たりとか、他の作品に取り組んだりとかして、こっちの完成を見た時にすごい無理せず、自分の自然な喋り方だったり、なんか身体だったり、そういう
こうなんて言うんだろう、外見的な部分とか表面的な部分で何かキャラクターっぽくするっていうことはあんまやってなかったなと思って、本当に現実の地続きとかいうか全体としてそういうトーンがあるしリアルなので、すごいそういう感じの喋り方を自分がしてるなと思いましたね。本当に話してるような話し方、いろいろそこのチューニングってものによってあると思うんですけど、それをすごい伸び伸びやってたと思います。そうですね、なんか作り込もう作り込もうとか作らないようにしようってその時はあんまりすごい意識するわけじゃないんですけど、全然結果としては違うものになってるし、まあ、時代も違うし年齢ももっと自分より離れてるしキャラクターも違うしっていう、やっぱり遠い部分がレナよりも純子の方がたくさんあったので、そうですね、あとトーンですね、やっぱドラマのそういうものでこう出し方が違っていきますね。ダンスが好きで、それまでダンスをずっとやってたんですけど、ダンサーになりたいみたいなことではなくて、表現することはこう大きい括りとして好きだったけど、どっちかっていうとこう自分がステージに立ってる感覚っていうより、こう全員でどういうものにしたいか考えて練習して、それをお客さんに披露するっていう、それで反応が返ってくるっていうことがすごい楽しくて、こうなんかものづくりというか表現を仕事にしたいなってじわじわ思い始めてて、なんか気づいたらお芝居に興味がいってた感じですね。やっぱり不適切でたくさんの方に知っていただいたこともあって、すごいこう振り返る機会がやっぱり多いんですけど、本当に感覚としては目の前のことをいつも一生懸命やってて、それがこうすごい幸運にも次のことにつながってきたっていうか、しかもなんだろう、それも自分がちゃんとこう興味が持てるものだったので、それがすごいラッキーだったなと思いますね。でも自分がこう普段からこう口に出したり、どういうものに出たいとか好きとかなんとなくこうイメージしてたり口に出したりしてることが引き寄せてるっていう部分も、まあ、いろんな俳優さんそうだと思うんですけどあると思いますね。そうですね、いつもあんまり決めないようにはしてるけど、あんまりこう満足することはないっていうか、いつももっといいものにしたいとか、もっと自分ができたことがあったんじゃないかみたいな風には思ってるので、常にこう次やることはある状態ですね。でも、まあ、これまでと同じようにその自分がすごい愛情を持てる作品に取り組むっていうのはすごい大事だと思いますし、なんかそうありたいなと思いますね。でも本当にたくさんの数の人に知ってもらえたのは不適切はすごく大きいと思いますね。こうやっていることとしてはいつも一生懸命やってるし、自分としては人を笑わせることも好きだし、面白いこともミュージカルも好きだし、変わらないつもりではあるけど、本当みんなが面白がってくれたとかみんなが感動してくれたっていうのはすごい嬉しかったですし、すごいこう人生にとって大きい作品になりましたね。阿部さん見ててもこうなんだろう、すごい無理してる感じがないけど、みんなが多分阿部さん
が座長だから安心できるみたいな感覚があると思いますし、それは安倍さんが今までやってこられたこともあるし、こうお人柄もありますし、なんかそうですね、そういう人を見るとかっこいいなと思いますね、うん、でも自分が主演をやる時も、その人が主演をやってる時も、一生懸命な人がいると本当に伝わるし伝染するから、それは監督でも俳優でもそうですけど、そういうパワーを発する人でいたいなと思いますね。